SBM をボンクしてボンカートークンを手に入れよう。ご視聴いただきありがとうございます。今回はもしかすると100倍1000倍になるかもしれないけど、もしかしたら詐欺かもしれないっていうボンカーというね、ミームコインを解説していきたいと思います。これ本当にもう出たばっかりで、どっちに転ぶかわからないので、本当に遊びでね、シャレでやっていただく分にはいいんですけども、これで儲けようなんていう人はちょっとね、距離を置いた方がいいと思います。まずですね、このボンカーですね、私が知ったきっかけなんですけれども、私ね、毎朝こう YouTube の動画作りながらフォーセットサイト一通りね、タスクをこなしてるんですけれども、これがビットムーンっていうフォーセットサイトなんですけども、ここにですね、広告のところにこんな感じでサム・バンクマン・フリードがね、犬に叩かれてるっていう、こうインパクトのある広告がたくさんこう出てくるんですよ。でこれがね、一つのフォーセットサイトだけじゃなくて、はい、こちらがですね、クレイムビッツっていうフォーセットサイトですね。ここにもボンカー左下にありますね。はい、でこちらも左下とあと真ん中にね、ボンカーの広告、はい、でこちらがキディアーナですね。こちらもたくさん出てますよね。はい、でこちらがコインポットですね。これも出てますと、はい、でこちらがビッツ RE ですね。これも出てますと、はい、でこれがコインペイズね、3箇所に出ていますと、はい、でバイトフォーセットも出ていますと、はい、ミックスフォーセットも2箇所に出ていますと、はい、これがソラナのね、フォーセットサイトですけども、これも出ていますと、はい、ビットコインのフォーセットサイトにもあります、はい、あとシンプルビッツにも3箇所出てます、ビッグ BTC にも出てます、はい、オートフォーセットにも出てますという感じで、もう本当にフォーセットサイト開くたびに、こうやってサム・バンクマン・フリードが叩かれているこの広告が出てくるので、これ何なのとやっぱね、気になりましてですね。で、ちょっとね、調べてみました。はい。そうしたところですね、はい、こちらがそのボンカーのウェブサイトなんですけども、こんな感じでね、まあ、柴犬ですかね、犬がこう、いろんなね、まあ、多分殴るためのバットとか、槍とか、骨とか持っていて、まあ、NFT ですね、AI で作る NFT、表情とか、アイテムとか、色とか変えて、まあ、1万個くらい作るっていう NFT ですかね。まあそういう感じで NFT もこうこれから販売していくそうですと。で、まあこれを見ていただきたいんですけれども、もともとですね、まあミームコインですね。柴犬イーサリアムベースで作りました。で、ポンクっていうのがソラナチェーンでね、作られたミームコインなんですけれども、なんかね、BSC のミームコインってなかったんですかね。ちょっと私の調査不足だったら申し訳ないんですけども、まあ、ね、こういったいろんなチェーンでミームコインがあるんだから、まあ、BSC チェーンでもあってもいいんじゃないかくらいのイメージなんですかね。はい。で、ただですね、まあ、こういったミームコインにまあ対抗して、かつそれらをもっとね、超えたいという意図なんでしょうね。NFT とか、ね、あと、プレイトゥアンとか、ステーキングとか、マーケットプレイスとか、ね、こういったものでまだ、ね、できてないものをどん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 やっていこうみたいなところで、結構だから、うん、単なるお遊びかなとかね、思ったんですけども、こういうのを見ると結構しっかり考えているトークンかもしれないということで、本当にね、どっちに転ぶか分かんないです。ね、うまくいって話題になって本当に1000倍とかいくかもしれないし、全然ね、なんか単なるこう猿真似で伸びなかった、逆にね、上場もどん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 下がっていくっていうことも考えられますし、もしかしたらね、ね、今プレセールでね、販売してるんですけれども、お金を突っ込んだら最後ね、飲み込まれて戻ってこないっていうね、もう本当にいろんなパターンが考えられますので、もうあくまでも今回はね、お遊びとして解説してますので、でですね、まず押さえていただきたいのがこのボンクですね。ボンク皆さんご存知ですかね。私もこのボンカーを調べていく中でこのボンクっていうことを知ったんですけども、どうやらですね、去年の年末くらいにね、結構話題になったコインで、これがね、500倍くらいまで上がったんですかね。はい、でこちらがこういったマーケットキャップのこのボンクのチャートなんですけれども、結構ね、エアドロでこの辺でもらった人が一気にね、こう500倍くらいまで上がったっていうことで話題になって、まあその後下がったんですけれども、それでもね、無料でエアドロ期間にもらった人はかなり儲かったということで話題になってた、はい、
暗号通貨ミームコインだそうですと。で、多分それと同じようにね狙っているのか、今このねエアドロップとかプレセールで安いうちにまあ入手して、で話題になってこう500倍とか1000倍とかいくことを想定しているみたいですと。はい、そのボンクっていうのがこちらですね。はい、こういうイラストで、でこのウェブサイト結構楽しくてですね、こうやって上からたくさん降ってきて、でこの犬をこうやって弾くとね、こんな感じで遊べるっていう、まあこれだけなんで、はい、興味がある人はやってみてくださいということで、でボンクはですね、ソラナチェーンのね、ミームコインということで、総供給量の約 50% がソラナコミュニティにエアドロップされた人々による最初のソラナの犬コインですと、ミームコインですと。で、ボンクの寄稿者は有毒なアラメダトークノミクスにうんざりしており、誰もが公正なチャンスを得られる楽しいミームコインを作りたいと考えていましたということで、まあ、そうですね、サム・バンクマン・フリードの FTSショックですね、アラメダリサーチの影響で一気にねソラナチェーンが暴落したと。でそれをまあ回復させるためにまあ作ったようなコインで、結構だからソラナを持ってた人たちをなんかこう元気づけてあげたいとかね、まあ、そういう感じで配ったら見事にね、はい、こんな感じでドーンと上がったので、結構だからソラナ持ってた人はね、ソラナ持ってボンクを配布された人はかなり儲かったっていうか回復したんじゃないかっていうことで、多分それにあやかってボンカーも同じようなことを考えてるんじゃないかと、はいね、いうふうに私は捉えました。でこんな感じでやっぱりサム・バンクマン・フリードをこう叩いているような感じでね、うん、ボンクを意識して、まあ、作られたトークンだなということですね。 BSC ベースのエコシステムでこれまでにない方法でゲームファイ、NFT およびバイラルマーケティングをアルトコインのベテランに紹介しますと。ポンカーズはポンクの最も活気に満ちたファンベースを継承していますと、ね、いうことで、ポンクをだからね、真似して、まあ、やってますという感じですかね。はい、でソラナでその個体広告を BSC に持ち込むことを目指してますということで、だからポンクでやったことを BSC チェーンでね同じようにこう再現したいっていうことなんですかね。はい、でですね、ちょっとねこれ今ね叩いてますけれども、こうやってサム・バンクマン・フリードを叩くことでマイニングね、このポンカートークンをマイニングできるということで、私ねやってみましたので、後でねそれもね紹介したいと思います。はい、で今プレセールをやってまして、でこちらがですね3月14日にですねトークン生成と、トークン配布ということなので、今ね、購入してもすぐ配布されずに3月14日になったら、ボンクトークンが、ボンカートークンですね、配布されるということで、これもね、私、購入してみましたので、まあ、よろしければね、本当に、一緒にこうやってみてください。ただ、リスクはあってですね、本当に、ね、私もちょっと調べきれてないんですけれども、出たばっかりで、情報が本当に少ないんですよ。なので、もしかしたら、お金を入れて、ね、そのまま、さよならと、ね、3月14日になっても全然、トークン配布されないっていう可能性もゼロではないので、まあ、そういったねリスクもちょっと、はい、あるよというところを認識した上でやっていただければと思います。はい、でここにですね監査っていう、ね、ところがあって、これを見るとこのコインシュランスっていう、これもねちょっと調べたんですけども出てこなくて、なんかとある、まあ、どこかのね国の、監査機関なんだと思いますけども、まあ、ここが監査まあ、しましたと。で、そのレポートが公開されてるんですけれども、もうそもそもこのコインシュランスっていうところが全然ね、ちゃんとした監査機関なのかどうかっていうのが、私が調べた限りだと見つからなくてですね、ちょっとこのレポート自体も本当に、ね、正しいのかどうかっていうところがわからないので、ね、You are here ということで10点満点出てますけれども、はい。ね、ただ内容を見てみると、結構ね、書いてることも薄くてですね、本当にこれ監査されてるのかなっていう気がしないでもないです。はい、ちょっとねこれも後で詳しく見てみたいと思いますけれども、はい。でホワイトペーパーね、こんなウェブサイト形式で作られていて、まあしっかりね作られているので、まあウェブサイトにはお金かけてるかなと、はい、いう感じですね。ただ NFT はねこんな感じで結構ね、
まあ簡単に作れるんでね、まあこれで結構稼げたりするのかなと、流行ったりするのかなと思いますと。あとプレイトゥアーンということで、なんかゲームもね考えているということなので、でポンカーもですね、実はゲームねもうすでに考えていて、出てるんですかね。例えばですね、ここですね、ゲームっていうところがあって、はい、この辺をクリックするとね、このゲームサイトね、立ち上がりますので、まあ、こういったところを真似して同じようにね、このボンカーでもねゲームとかを作っていくのかなと。はい、であとはエアドロですね。エアドロ今回今やってますので、後でね紹介しますと。はい、で統計のミックスがですね、まあ、こんな感じでね 50% がね、エアドロップで配布しますということなので、ね、ぜひもらっていただいて、でもしねボンカーと同じような歩みをするのであれば、この辺でエアドロップでもらってた人がまあ1000倍になると、まあ、ボンクの場合は500倍なんですけど、なんかボンカーはね1000倍を目指しているっていうことがね書いてありますので、はい、ちょっとね、まあ、どうなるかわかんないですけども、まああわよくば1000倍になるかもしれないとね。これですね、ボンカーとはということで、ボンカーは暗号通貨とミームの信頼の精神を表していますと。ボンカーの前では全てが平等です。私たちは全ての KOL を無条件で平等に扱いますが、私たち自身のコミュニティを大切にしています。ボンカーの投資家は価値が20倍、人気が1000倍に成長する運命にある最もスタイリッシュなミームコインのパイオニアになりますと。ポンカーはゲーム、NFT、DeFi を特徴とするミームコインのホールセール体験を提供しますということですね。はい。はい。なので、まあそうですね、本当に1000倍になればラッキーっていう感じで、例えばね、5000円くらい買ったとして1000倍になれば500万円なので、まあね、宝くじみたいな感じですよね。当たれば500万円、外れても5000円失うくらいっていうのであれば、まあちょっとね、お遊びでやってもいいのかなということなので、まあくれぐれもね、本当にがっつりね、投資しないようにね、もしがっつりやりたいっていう人はちゃんとね、調べてからね、がっつりの金額を入れていただいて、まあ私自身もですね、ちょっと解説してますけれども、本当に情報が少なすぎてですね、これが本当にね1000倍に化けるトークンなのか、まあ、単なる詐欺トークンなのかね、お金だけ持ってかれて3月14日になったらもう運営がとんずらしちゃったみたいなプロジェクトなのかっていうのを全然ね判断つかないので、ご自身でねやっぱりしっかり調べていただくのがいいかと思います。でね、私も結構いろいろ調べてるんですけど、やっぱりね出たばっかりで、例えばこれね、トラストパイロット、いつも私評価の時参考にするんですけれども、まあレビューが1件ということでね、4日前に1件投稿されたばっかりなので、もうほとんど参考にならないとね。であとツイッターですね、ツイッターもまあ出たばっかりなのか、フォロワーがね3500しかいないというところで、ちょっと大丈夫かなっていう気がするんですけれども、でこちらが2月2日からですかね、ツイッター始めたの。はい、ただでも結構ね頻繁にツイートはしているみたいなので、運営がねなんか本当にまあ一応やっていると、動いているというのは見えるので、はい、あとテレグラムとかもねありますので、まあそういったところ参考にしながらですね、はい。ミディアムですね。ミディアムが結構しっかりね、書いてありますので、これを見ると一番わかりやすいかな。一番まとまってますね。特徴、NFT マイニング、プレイして稼ぐとか、あとコミュニティアドロップ。これがね、やっぱりポンカーを、ポンクを意識して、まあ 50% エアドロップで配布して、まああわよくば500倍、1000倍になればっていうところですね。あと紹介プログラムということで、紹介して、まあもらうこともできますし、で、ね、購入とかするとさらにその購入した分の 10% とかもらえますよと、はい、いうことですね。はい。なので、ちょっとね、本当にもうどう転ぶかわからないんですけれども、まあ出たばっかりということで情報も少ない中で、まあ逆に言うとそういうね、初期の段階でね、こういったもの、まあ、投資、どこまで投資するかなんですけども、まあ、投資して、まあ、ね、500倍、1000倍になればラッキーということなので、本当に、少額でお遊びでやるには結構楽しめるかなと思って、はい、私はやってますので、まあ、同じような感覚でね、お試しでやっていただければと思います。
それではまずはね、エアドローの参加方法について解説していきます。はい、まずはねこちらの QR コードを読み取っていただくか、 QR コード読めない方はね動画の概要欄に URL ありますので、そちらからアクセスしてください。はい、そうしましたらねこんな画面になると思います。エアドロップということで、で入力するのはバイナンススマートチェーンのアドレスですね。はい、とあと E メールアドレスなんですけれども、まあメタマスクのねアドレスお使いになる方多いかと思いますけれども、念のためですねメタマスクアドレス新規にね作った方がいいと思います。もし万が一ね詐欺だった場合にね他のコインにも影響すると嫌なのでね、このボンカー専用のメタマスクアドレスを作ることを私はね推奨しますと。じゃあねどうやってメタマスクのアドレス追加で作るかということで解説していきますけれども、まずメタマスク開いていただいて、左上のこのメニューバーですね開いていただいて、はい、そうしましたここにですね、ね、名前の隣にこの三角のマークありますので、こちらをタップしてください。はい、そうしましたら下からメニューが出てきまして、ね、今こう作ってあるアドレスと、でまた新しく新規でアドレス作れますので、この新規アドレスアカウント作成というところをタップしてください。はい、そうしましたらね、7個目、私の場合は7個目のアカウントが新規にね作成されましたので、これをタップしてくださいと。はい、でアカウント7となってるんで、ここですね名前のところ長押しすると名前編集できますので、今回ねボンカー用ということでボンカーという名前にしました。はい、で名前変えていただいたら、このウォレットの下のこのねイーサリアムメインネットというところ、こちらタップしてください。はい、そうしましたらネットワークの切り替え画面になりますのでね、バイナンススマートチェーンに、はい、切り替えていただいて、はい、で切り替えるとこんな感じでねバイナンススマートチェーンの BNB のコインのトークンが表示されますと。はい、でここにアドレスが記載されてますので、アドレスをね先ほどのポンカーのねエアドロップのところのバイナンススマートチェーンのアドレスの入力のところにコピペしていただいて、あとメールアドレス入力していただいて、でクレームというところを押してください。はい、そうしましたらですねロボットでないことの確認ね出ますので、で今回は横断歩道ということで横断歩道を押して確認と押してください。はい、でロボットでないことの確認できましたら、こんな感じでねボンカー100万トークンエアドロップされましたと、はい、いうことなので、はいね受け取っていただけたらと思います。はい、でこの画面でね、バイナンススマートチェーンのアドレスねこちらに表示されていて、あとは逆ですね、 E メールアドレスが上に表示されていて、下にアドレスが表示されていれば問題なくねエアドロップ完了していると思いますので、で実際にねこのボンカーのトークンメタマスクの方に反映されるのは2023年の3月28ということでね、トークン生成が3月14日なんですけども、そこから2週間後にねエアドロの報酬は配布されるということなので、そこだけねご理解いただければと思います。はい、じゃあねここからはプレセールね参加する方のための、やり方解説していきますので、まあ有料になりますのでね、無料でという方はねここは飛ばしていただけたらと思います。まずはねメタマスク開いていただいて、で先ほどの画面ね、BNB しか多分ないと思いますので、ここにねボンカーのトークンを追加していきたいと思います。でトークンのインポートというところを押してください。はい、でトークンアドレスなんですけれども、ボンカーのね先ほどのウェブサイトの方下の方をめくっていくとコントラクトアドレスというところありますので、こちらねコピペしますということで、はい、このアドレスをコピーしてこのトークンアドレスというところに貼り付けてください。はい、で貼り付けたらですねリターンを押してください。そうするとねこのトークンシンボルとトークンのね小数桁数っていうのが勝手に出てきますので、で出てきましたら、はい、インポートと押してください。はい、そうしましたらねこんな感じでねボンカーゼロボンカーということで、はい、トークンが追加されましたので、あとはですねプレセール参加する方は、まあ、0.1 から 10BNB の間で購入可能ということなので、 0.1BNB 以上ですね、まあ、手数料とかあるので 0.11 とかちょっとね多めに、はい、入れていただければと思います。はい、でここから実際にねプレセールの購入の方法なんですけど、まずメニューボタンですね押していただいて、
で、プレセールというところを押してください。はい、そうするとプレセールの画面に飛びますので、はい、で、この画面の下の方にスクロールしていただいて、はい、そうしますとね、バイボンカープレセールと書いてありますと、はい、で、1BNB でね、1億ボンカー買えますということで、はい、ここに、購入数量ね、書きましょうと BNB で、はい、入力しますので、で、私は今回ね、最低のね、0.1BNB 分だけ購入しますということで、はい、じゃあ 0.1 と入力して、はい、ゲットボンカーというところをしますと、はい、そうしますとですね、メタマスクと接続するようにね、下からポップアップ出てきますので、メタマスク選んでいただいて、はい、で、0.1BNB 支払いますか、いいですかっていうところ、で問題なければ、はい、確認としてください、はい、そうしましたらサクセスということでね、BNB 購入できましたよと、はい、いうことで、はい、こんな感じで、今回 0.1BNB 買ったので、ね、1000万ポンか、ね、購入する権利を得ましたということですね。で、私ですね、実はもうメタマスクつないでいたので1回だけね、確認画面で出てきましたけれども、もしかしたら初めてメタマスクつなぐ人はね、メタマスクまずそのボンカーのこのウェブサイトにつなぎますかっていうことで、こういう確認画面2回出てくるかと思いますけれども、はいね、確認と押していただければと思います。はい、じゃあですね、最後にボンカーのマイニングのね、まあ遊び方について解説していきたいと思います。はい。これですね。サム・バンクマン・フリードをこう、バットでボンボン叩くと、ボンカーのマイニングができるっていう、まあ、本当にふざけたお遊びなんですけれども、ね、一応このボンク SBF を使ってボンカーを稼ぐ方法ということで、やり方はですね、まず、ウォレット接続して、で、ガス代、ね、通信料のガス代がかかりますので、まあ、ビビたるもんですので、まあ、10円以下ぐらいですかね。はい、なので、ちょっとね、余計めに、メタマスクの方に BNB を入れておいていただければと思います。まあ1ドルくらいあれば全然十分かと思うんですけども、はい、入れておいていただいて、あとね、オプションで10ドル払うとスピード上げれますけど、まあここはね、皆さんの皆さんにお任せしますので、まあ10ドル払って お遊びするでもいいですし、まあ10ドル払わなくても、このね、手数料だけでも全然遊べますのでやってみてください。はい。じゃあですね、この画面で、はい、ここに、はい、クリック、ビギンと、ね、いうところで、はい、ボタンがありますので、こちらを押しますと、はい。そうしましたらね、ウォレットコネクトという画面が出てきて、コネクトと押しますと。はい。で、メタマスクを選んでいただいて、で、このサイトに接続しますかということで、はい、出てきますので、接続というふうに押してください。私の場合ね、先にこのボンカーのゲームの方やっちゃったので、ね、ウェブサイトとつながりましたけど、先ほどのプレセールでもしかしたらこれ先にね、このサイトと接続しますかっていう風に出てくるかもしれないので、はい。ね、まあ、普通に確認接続と押していただければ問題ないです。はい。で、そうしましたらですね、こちらね、ちょっと字が変わりまして、ビューマイリワードということで、ね、メッセージ変わってますので、こちらもう一回押しますと、はい。そうするとまたですね、このアプリで開くっていう画面が出てくるので、さっきと同じようにね、メタマスクのところを押してくださいと。はい。で、USDT へのアクセスを許可しますかと出てきますので、これはね、手数料ですね。手数料がまた 0.00022BNB 取られますよということなので、はい、問題なければ承認と押してください。はい。で、ちょっとね、こう、メーターがくるくる回って、数十秒くらいね、待つと、はい、こんな感じになって、スタートとね、いうことで、1倍ですね。1倍のスピードでスタートということで押していただくと、またメタマスクの確認出てきますので、押していただいて、で、今回のね、手数料ですね、ガス代、ちょっと、はい、0.00027 取られますので、問題なければ確認と押してください。はい、そうしましたらね、こんな感じで、ボコ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 ね、叩くごとに、はい、ボンカーがマイニングされていくということになりますので、あとはね、このままほったらかしていくと、どん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 こう数字が増えていって、ボンカーがマイニングされるということになりますと。で、ちょっとね、広告で出ていたポコ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 叩くイメージだったんですけど、ちょっと遅いなと思ったらですね、これが1倍スピードで、これを20倍でやるには、ね、10US ドル支払ってくださいということなので、まあ、ここはね、皆さんにお任せしますけれども、まあ、10ドル払って、ね、
20倍のスピードでマイニングできるということなので、はい、ここは皆さんにお任せしますので、20倍でやってボコボコボコを叩きたい方は、はい、やっていただければと思います。はい、でこんな感じでね、ずっとマイニングしてくれますので、はい、よかったら、はい、一応1倍だと無料なんで、 BNB のさっきの手数料 0.00027 くらいでしたっけ、はい、取られるだけなので、そんなにね負担ではないと思うので、まあ暇つぶしっていうかね、まあ話のネタにでもやっていただければいいのかなと思います。そしてマイニングの報酬はですね、こちらも2023年の3月14日トークン生成の日ですねに反映されるということなので、それまでねお待ちくださいと。はいはい、ということでね、今回は、ボンカーということで解説しましたけれども、一応最後にねまとめておきますということで、まずねバイナンススマートチェーン初なんですかねのミームコインということで、はい、注目していただければと思います。でね、ソラナチェーンのボンクですね、これが再現できれば、まあボンクは500倍までね上がったので、はい、運営予測だと1000倍までいくようなことを予測してますけども、まあそれくらいいけばね、もしかしたら一気に稼げるかもしれないので、はい、やってみていただけたらと思います。で、一方でですね、ちょっとね、やっぱり、広告媒体がフォーセットサイトとかでよくたくさんね、見かけたので、で、一気にここまでかなりのねマーケティングコストかけてるので、下手するとなんか詐欺かもしれないっていう可能性もなきにしもあらずなので、もしね詐欺だったら本当に申し訳ないんですけれども、一応ね詐欺かもしれないっていうところを念頭に置いた上で、はい、やっていただけたらと思いますね。詐欺かもしれないやったらやらないよっていう方は本当にねやらなくて結構ですのでね、はい、でまずはねとりあえずエアドロだけでもね参加していただければ、ね、こちらはそんなにリスクないと思いますので、まあバイナンススマートチェーンのねアドレスだけはアカウントだけは新しく作った方がねリスク対策になりますのでお願いしますと。はい、でプレセールね、もし本当に参加する方はですね、やっぱりねお金を使うことになるので、やっぱりねお遊び資金でやっていただけたらと思います。でやっぱりねちょっと本当にどっちに転ぶか分かんないので、まあ、そういうものに投資する場合はですね、ぜひ無料のフォーセットで稼いだ資金を使うのが良いんじゃないかということで、無料でねバイナンススマートチェーンをフォーセットで稼げるサイト、ね、いくつかありますので解説していきますけれども、まずこちらですね、フリーバイナンス .com というところで、はい、バイナンススマートチェーン無料でもらえますので、ぜひね、こちらもやってみてください。はい。で、それ以外にはですね、コインペイユというところですね、こちらもバイナンススマートチェーンのフォーセットありますので、ぜひね、やってみてください。はい。で、こちらがファイナルオートクレーム、こちらにもバイナンススマートチェーンありますので、ぜひね、はい、無料で稼いでみてください。はい、で同じようにファイヤーフォーセットですね、こちらもバイナンススマートチェーンで引き出しができますのでやってみてください。あとはねこちらが、A クリプトというところですね、こちらもバイナンススマートチェーンね、フォーセットできますと。はい、あとはキディアーナですね、キディアーナでも、はい、バイナンススマートチェーンで出金できますので、ぜひねこの辺活用してバイナンススマートチェーン貯めたお金で、はい、投資していただければと思います。そうすればね無料で稼いだお金で投資すれば最悪なくなってもね、もともと無料だったので痛みはないということで、はい、やっていただければと思います。はい、ということでね、今回はボンカーね解説しましたけれども、ちょっとねやっぱりこうね、まあ、特定の人をこう持ち出して叩いたりっていうところで、ちょっとこれがやっぱ品がないのでそんなに伸びないんじゃないかっていう気もしないでもないんですけど、ただねこちらのNFT 結構可愛いので、これはこれで受けるんじゃないかなと、はい、いうことでね、まああまりね大きな期待はせず、でもやっぱり当たったら嬉しいなくらいの気持ちで、はい、やっていただければと思います。いつも動画をご視聴いただきありがとうございます。今回の動画が良かったよ、ためになったよ、役に立ったよという方はいいねボタンをお願いします。またこのチャンネルでは無料でもらえる暗号通貨情報をお伝えしていますので、ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。